皆様こんばんは、 DJ あさぴこと朝香智子です。今晩この後6月1日の25時からラジオ番組第9回の放送があります。今回のゲストは先日河口湖で行われたストリートピアノフェスピアニックのさなえちゃんのステージでご一緒した赤髪レイさんをお迎えしております。その名の通りめちゃくちゃ美しい赤色の髪を持ったピアニストさんで、私が最近青い髪の色をしているせいか2人で並ぶと一部では歩行者信号系ユニットと称されるシーンもあるとかないとか赤髪レイさんはその場で言われた曲をどんどんつなげてメドレーにするのがとても得意でいらっしゃるので、アサピはしめしめとここぞとばかりに無茶ぶりを投下しております。こうご期待。そしてこの日は2本分のラジオ収録ということで、もう一人のゲストの方がいらしておりましたので、今回初めての試みをしております。これはですね、ぜひ聞くしかありません。さてラジオ放送終了後、週末にアップされる赤髪レイさんとのコラボはピアニックで設置されていたストリートピアノであの名曲を一緒に演奏してまいりました。ちょびっとだけ先出ししますのでどうぞ。まずはこの後のラジオ番組をお聞きくださいね。それでは皆様、深夜25時にお会いいたしましょう。バイバイ。